こんにちは、つちのこです。さあ、ポケモンスナップの方やっていきましょう。それじゃあ、新しい場所、渓谷、行ってみたいと思います。よし。行くぜ。どんなポケモンがいるんでしょうか。すごいな、水陸両用で。さてさて。お、なんかいる、え？おー、ゼニガメ！めっちゃ可愛い。あー、いいねー。ゴローンがいる？マンキーがいるよ。マンキー呼ぼう呼ぼう。あー、フードじゃ無理か。おーい、あ、よしよしよし。すごい。まさかの。よし、石粒って出たけど、これ多分、いいのじゃないな。よし、でっかく取れた。3度まで一緒に出るなんて、すごいね。ね、なんか、あそこいない？ゴローニャがいないあれ。あれ、ゴローニャじゃないの？わわわわ、なんか滝落ちてない？急流急流。どうやったらいい？絶対ゴローニャでしょ。あ、ゴローンか。全然こっち向いてくんね。うわー、スターミー、スターミー取れなかったな。この中になんかいない？あれ、どうやったらあれ剥がれるんやろう。あー、取れなかったかも。あー、取れない。ちくしょう。お、なんか渦、あ、なんか、あ、なんか、あ、来た！海流！海流！かわいい！連射しちゃう！めっちゃかわいい！ねえ、さっきさ、白竜みたいのいなかった？ゼニガメ取ったからな。海竜かわいすぎでしょ。あ、待って、何これ。これな、どっかからポケモンが落ちてきて多分押すんだろうな。この山怪しいけど違うの。わからんな。ふむ。え、かわいい、かわいくないですかこれ。マンキー、あー、ちっちゃいのばっかり。これか。え、サンド、おい、いいね。サンドの格好がいいから、もうこれ真ん中に映ってないからな。あー、これだったら、まあ、ここら辺かな。後ろがいいのはこっちなんだけど、本体が良くないからね。これか、しょうがない。さあ、石つぶて。これ、ギャーがいいじゃん。ゴローン。うまく取れなかったね。さあ、人手間か。人手間。うまく取れねえな、マジで。これぐらいか、なんか、未確認飛行物体みたいな。海竜は可愛いシーンあったと思うけど。
あー可愛いな、ぬいぐるみみたい。これ愛らしくてよくない？よし、どれどれチェックしてもらおう。どれどれ、ゼニガメじゃの。大きさもいい、ポーズもええの。得点も2倍じゃ。マンキーじゃの、大きさはちっちゃいの。サンドじゃの、大きさは360、ポーズはええの。真ん中に移って2倍じゃ。石つぶては大きさは400、ポーズは1000点。え、真ん中映ってない、これダメか。結構判定厳しいね。ゴロンじゃ、うん、これは後ろ向いとるの。10点じゃ。ヒトデマンじゃ、大きさは290じゃ。ポーズ700点なのこれ。思いのほか多かった。あ、海流これ自信ありだよ。大きさは760じゃ。ポーズは海流らしいの、1200点じゃ。真ん中に映っとるの、3920じゃ。おーし、どうやらスイッチが怪しいようじゃの。頑張るのじゃ、土の子。スイッチ怪しいのはわかるんだけどさ、全然イメージがつかなかったんだけど。もう一回行くか。スイッチをどうしたらいいんだ。めっちゃでけえ。ちょ、かわいいな。ここの二人を落とせばみたいな感じなのかな。あ、ほらほら、落ちてきた落ちてきた。あー、ちょっとサンドパンまで落ちてきた。サンドパンまで落ちてきたよ。マンキーいたな、今。マンキーもうまく取れてないよね。この子らどうしたらいいんだろうか。なんか逆にこっちからなんかしたらいい気がするんだけど。あ、待って。ああ、なん、トサキントもいたね。マンキー何してんだこれ。そしてスイッチ、このマンキーが怪しくない？スイッチ、なんかマンキーをこっちに持ってきてのスイッチっぽいような気がするな。これでもマンキーの持ってき方が分かんない。これそうだよね、ポケモンが押さなきゃいけないやつだもんね。きっとサンドパンにゴローンが近くで取れたのが良かったかな。大きさ的にはこっちの方が大きいけど、どうだろうか。バンジャーイ、これ真ん中でしょ今回。これゴローンか。真ん中映ってる判定来るかな。これミニリュウ。ねえねえ、トサキントダメだったのね。絶対トサキントも映ってるやんこれ。大きのチェックじゃ。ゼニガメじゃ。大きさはいいの、ポーズがちょっと良くないの。あー、ダメだった。やっぱバンザイの方が強いんだね。大きさいいな、真ん中に映っとるな。よし、ゴロンは大きさいいな、ポーズ1200点じゃ。落ちた瞬間じゃの。きたきた。サンドパンじゃ、大きさはちっちゃいの、ポーズはええの。真ん中に映っとるの、よし。ヒトデマンは大きさはちょっといいの。あー、ダメか。ねえ、トサキントも絶対映ってるよ。ポーズは800じゃ。そう、悔しいです。スイッチが怪しいのは分かったけど、ちょっと分からんな。そういえば洞窟で、プリンを助けまくるといいよって言ってたな。これもやっていくか。ドガースに当てていくみたいな感じなのかな。よし、倒せ。おーし、よしよし、倒した倒した倒したよ。プリン大丈夫か。あ、でこれか。さらに
もうシューティングゲーやん、ただの。よしよし。にっこりしてる。大丈夫か？3回、あ、これか。あー、無理だったかも。こっち来い、こっち。あー、ミスったミスった。あ、これも助けろっつってたな。あれ助けらんないけど。あ、あ、助け、助けたのかも助けたのかも。ルージュラたちはどうしたらいいんだろう。あ、なんかピカチュウが来てるぞ、ここまで。どう？ 2 匹いたけど、2匹助けたけど、あー来た来てる来てる。なるほどね、3匹助けるとここ3人勢ぞろいするってやつか。風船ピカチュウじゃないか。風船ピカチュウならこれだけで1600点の価値はあるぞ。大きさは320じゃ、ポーズもええな。テクニックは2。おお、すげえ、5440ってすごくね。ねえ、1番になっちゃったんだけど、この今のクソ写真が。このポケモンはルージュラじゃの。どうだ、大きさいいでしょ、ポーズいいでしょ。オーラ来た、ポケモン真ん中に映ってる。よっしゃ、プリン。おお、これはプリンノンステージじゃないか。これだけで500点の価値はあるぞい。おー、ポーズ1400点じゃ。真ん中に映っとるな、仲間もおるぞ。お、すごい、点数もらえるね。よし、で次こっから来る。よし、ね、むずくないあれ。ちょっとあれむずすぎねえ、難しすぎるよ。ウツボットもあれ、ウツドンもウツボットになるんじゃないの。嫌がらせしろオンステージを嫌がらせだ。やー、見えました、見えました、目回し目回しプリンはこっちの方が良かったですね。渓谷にはボーリング遊びをしてるポケモンがいるらしい。うまく当たらんようじゃがな。え、ボーリング遊び、よっしゃ、当てた。あ、で、やっぱ早く当てなきゃダメなんだ。よし、当てた。よし、当てた、全部当てた。やっぱ速さ問題だな。で、あと、くるくる、よし、取れた取れた。やっぱり落とし系あるな。よし、ここはちゃんと取るぞ。オンステージ3人いるから。あとで選べ。超連射した取っとけ、あとで選べばいいんだから。そしてウツボット目怖。いや、むずいな、やっぱこれか。
さあ3つ、3人のプリンはうまく取れてるんでしょうか。あー、こっちだな、やっぱな。あー、これずれてたらよかったのにな、もうちょっと真ん中に。でも真ん中に移せって言うからさ。あー、これかな、真ん中がいいから。やっぱ主役が良くないとね。さて、どんな写真かの。ズバッとは、大きさはええの、ポーズもまあまあじゃ。真ん中に写ってる。よし、やってきた。ズバッとよく撮れたわ。さあ、大きさは370点じゃ。ポーズは飛び出すところじゃな、1300点じゃ。テクニックも真ん中に映ってるな。よし、プリンちゃんズのオンステージじゃないか。オンステージならこれだけで1200点の価値はあるぞ。前にも撮っとるな。大きさは300点じゃ。ポーズは1400点じゃの。真ん中に、映ってるじゃんね。嘘でしょ。これで真ん中映ってないとおかしいわ。ひどいよ。もういいわ。おし。じゃあ次回は渓谷のボーリング遊びをやりますか。ちょっと波乗りピカチュウとか教えてもらってるけど、またね、次回やっていきましょうね。次回どんどんと。はい、ということで渓谷のスイッチ、次回は押せるんでしょうか。よかったらまた次回も見てください。それじゃあ、つちのこでした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。